一つずつご挨拶をいただきたいと思いますので、どうぞご着席ください。なお皆様、ご挨拶は着席になったままで結構ですので、お付き合いよろしくお願いいたします。では初めに演出振り付けの宮本亞門さんからご挨拶をいただきたいと思います。宮本さん、お願いいたします。はい、座ったままでは失礼いたしております。皆さん、お越しいただいてありがとうございます。宮本亞門です。いよいよ今日からスタートの気分になりましたけども、シェイクスピア生誕450周年記念、の年を最後を飾るめちゃめちゃ変わったシェイクスピアですこんなに面白くていいのか、こんなに楽しくていいのかというぐらいの、もう12月、それこそ年末のパーティーに向けてですね、こんなに人って愛おしくて素敵なのあって、もうシェイクスピアも何でもあったねみたいな幸せと、もう喜びがあふれるような時間を頑張って演出したいと思っております。またここに、皆さん、ラジカルキャストもそうですし、スタッフもそうですし、本当に楽しい方が多いので、とにかく今ちょっと憂鬱になっている方、そして本当の愛を感じたい方、そして、自分を発散したい方、ぜひ非常に足を運んでいただければと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。で、続きましては、友情と愛情の選択の葛藤に悩みながらも自分に正直に生きようとするプロデュース役を演じられます西川貴教さんです。お願いいたします。はい、今ご紹介預かりましたプロデュース役の西川貴教でございますが、まあ、ご紹介いただいた言葉だと非常に律儀な、なんか純朴な感じの男性をイメージされるかもしれませんが、非常に破綻した、性格的にも、また思考としても非常に破綻したプロデュースということでございまして、シェイクスピアの中でもね、本当に初期の作品でまた喜劇ということもありますけれども、その中でも随一の破綻した役がこのプロデュースではないかというふうに思っております。そんな素晴らしい役を、今回やらせていただくということで、僕なりの本当にプロデュース、また宮本さんの演出で、こうやってさせていただけることを本当に嬉しく思いますし、今宮本さんの言葉にありましたように、本当にこの12月、日本から、このシェイクスピアとしての本当に感動はもちろんなんですけども、皆さんに本当に楽しんでいただける、もしかしたらこのシェイクスピアっていうだけで、すごく堅苦しく感じられる方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういうものを払拭するような作品にできればというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。チームの皆さん、ノンストロボで撮影くださいますようにお願い申し上げます。では続きまして、プロデュースの親友であり、後に同じ女性を愛することになるためにミラノから追放されてしまうバレンタイン役を演じられます堂珍義久さんです。お願いいたします。バレンタイン役を務めさせていただきます、堂珍義久です。よろしくお願いします。そうですね、台本とかも読まさせていただいたんですけれども、自分が思っている以上に、すごくですね、喜びと自由と、葛藤とか喜びとか悲しみ、友情、もうみんながこう自由になれる舞台になりそうだなというところで、僕もまた今日この記者会見を機にですね、またいろんなところで、上げていきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。で、変わりまして、ミラノに旅立った恋人のプロデュースに会うためになんと男装をしてベローナからやってくるジュリア役を演じられます島袋寛子さんです。お願いいたします。ありがとうございます。ジュリア役を、やらせていただく島袋寛子です。今回ジュリア、田舎の畑が好きな女の子ですよねそんな畑、そうですね、畑を耕すことが好きな女の子がプロデュースに恋をし、愛し、いろんな経験をしていく役なんですね。台本を読ませていただいて、いっぱい、とか、わーとか、嘘でしょっていう言葉が私自身出てきました。これが最後どういう結末になるのか、私自身、宮本さんがどういう風に演出をなさるのか、とても楽しみにしています。全力で
取り組みたいと思っています。よろしくお願いします。続きましては道珍さん演じるバレンタインの恋人で後に西川さん演じるプロデュースからも一目惚れされるミラノ大公の娘シルビア役を演じられます桐谷裕美さんです。お願いいたします。シルビア役をさせていただきます桐谷裕美でございます。今ご紹介にあった通りすごくモテる役みたいなので非常にプレッシャーではございますけれども、この2014年の締めくくりにとても素敵な、役をさせていただきますので、まずはこの愛と夢がたくさん詰まった作品を、皆様に、楽しんでいただいて、今年の締めくくりにいいものを見て来年迎えられるなって思っていただけるような作品にしていきたいなと思っております。宮本さんの演出も初めてなので本当にワクワクしております。どうぞよろしくお願いいたします。続きましてはミラノ大公が財産目当てで桐谷さん演じられますシルビアの結婚相手にしたいと目論むチューリオ役を演じられます武田真治さんです。なお武田さんは舞台上でサックス演奏もされるとのことでございます。武田さんお願いいたします。今日はすいませんけどね武田真治です。皆さん見ていただいての通り純粋なミュージカルファンなら、ちょっと眉を寄せ潜めそうな濃いメンバー、こういう自分たちすでに自分の表現を持っているこういう本当に濃い表現者の中で自分が何をできるか本当に楽しみです。サックスを吹かせていただけるということで何とか対抗できるかなと思っています。そしてこれは日本では一度、劇団四季さんが、上演したそうですがその時、僕がやらせていただくこの役を演じたのは、個人的に私がとても敬愛する市村正親さん、が演じていた役だそうです。市村さん今年いろいろありましたが、市村さんにも見ていただいて、褒めていただけるような演技ができるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。でそれではおしまいにプロデュースの父アントーニオとミラノの宿屋の主人の二役を演じられます斉藤悟さんです。なお斉藤さんも武田さん同様特技のトランペットを劇中で演奏されます。それでは斉藤さんお願いいたします。お忙しい中ありがとうございます。なんか僕もよくこのベローナの西西というのは読んだこともなかったんで聞いたらあんまりやられてない作品らしいですね。ということはそれだけ難しい作品らしいんですわ。で昨日ちょっともらったまだ途中のこう台本をこう読みながら電車の中ずっと来ました。はい、まあ、そんな程度なんでございますが、今ここ入ってきましたらアモンさんから聞いて、まあ、体もだいぶみんなね、アモンさんも年取ってきたし、私も年取ってきたし、たぶん健康談義をずいぶん裏でしてたもんですから、あの薬がいいとか、サプリメントがいいとか、今、最後の そこまでずっとしゃべってたんですけど、斉藤さん、これ、マジなやつなんですけど、ちょっと巻いてもらっていいですか。とにかく健康第一に、芝居を作りそして、先ほど皆さんにねアンマさんが言ったけどストレスとそれでこれを年末をとかーっと楽しんでもらうためには我々みんなが元気でなきゃいけない。ここがね、だから元気でやりましょう。皆さんも元気でやりましょう。もうさらにここが舞台と化して一つの喜劇を見せていただいたような気もしましたけれども、個性豊かな皆様からご挨拶いただきました。では、はい、今武田さんがおっしゃっている本当に個性がある方たちが多くて、
動物園みたいな稽古学ぶと思いますなんて言ったらもらえますか、でも本当にもちろんミュージカルの経験がある方もない方もいらっしゃるんですけども、このシェイクスピアはもともとニューヨークで始まった時も、ベトナム戦争の裏側で全く自由な、それこそミュージカル兵を作った人たちで、これ本当に愛って素晴らしいんだよ、勢いとそのノリと楽しさ、そして生きていることの喜びみたいなことを表現していく作品なので、歌も、普通に歌ってもらっちゃ困るみたいな、もう個性的に自分の力を存分に出していただいて、歌だ踊りだ芝居だお互いが大きくぶつかり合って花開くという考えております。なので今回皆さんもう今もう見ただけでもうわー楽しそう、稽古場から楽しそうで、もう最高潮に達した状態で皆さんにお見せするというふうにはしたいと思っておりまして、もう西川さんは実は前から僕お仕事をさせていただきたいと思っておりました。もう僕は西川さんの歌が好きで、この声とこの力を持った人はなかなかいらっしゃらないと思います。で今回は、劇団四季の舞台を僕も拝見して、これを作品をやりたいと思っていてずっと念願だったので、その時は細川俊樹さんがおやりになったんですが、この役はもう西川さんもうぴったりだと思うんです。もう面白くておかしくて破綻しててそういう意味が最高なんで、すごく今から楽しみにしています。道仁さんはやっぱりとてもその存在も魅力的だし、そして今度バレンタインというある自分の凛々しさと真意を持った男が突然恋愛で崩れていくんですけども、その面白さもきっと表現していただけると思いますので、今回は一緒に存分に混じり合ってやっていきたいと思っております。桐谷さんは僕は前ちょっとテレビでお会いしたってさっきお話しましたよね。また初演の話で申し訳ないけど、できなしか話をばかりしてすみません僕は若い時見た時にもうその時魔法しぶきさんがおやりになってて、この時のこう、女性でこの、お嬢様の設定なんですけども、お嬢様のところが自立したセクシーなかっこいい女性で、もうこれでもかーって歌い上げて、それでも行くところも、もう観客としてこれすごい人がいると思ったと思ってるんですね。それを同じ印象を僕は桐谷さんに持っています。だからぜひお願いしたくて、この舞台の中で全てをかき回すような勢いで楽しんでいただければと思っているという感じです。島袋さんはもうね、なんかちょっとソウルメイトみたいなところがあって、前からいつか仕事したいねって話をしてたんで、もう嬉しくてしょうがなくて、今日もすいません朝からよかったねーすいませんごめんなさいそんな感じです。あ、それ全然ダメですねもちろんそのひろこさんの歌もすごくいいと思うし、このジュリアという役は、実はさっき言ったら畑が好きな、というか静かないい役の暮らしている女の子なんですけど、突然ダーンってひっくり返ってありまして、皆さん出演者が大体愛とか恋をしてしまった時の衝撃と混乱と喜びと痛さ、虚しさ、全部人間ってこうなっちゃうよねみたいなところが表現できるんで、ひろこさんのまた新しい面をぜひ切らせればなと思っております。もう武田さんはもうスリートットで、一緒にさせていただいて、素晴らしい、僕は名優だと思ってます。本当に本人はいろいろすごい謙虚になっちゃって、こういうふうにいつもなっちゃうんですけど、僕もそういうことを言うとですよ。でもとってもその役柄に対する集中力、集中力、それからある意味こだわり、もっとよくしようという、この人はすっごい才能を持ってると思ってたので、それこそさっき言った市村さんがやってた役ですし、この役は観客に愛される、そして観客を引っ張る役なんですよね。もうこの今のノリノリの武田さんがもう筋肉とともにどこまでも行ってほしいと思うというような感じです。斉藤さんは実は僕とも3本ぐらいミュージカルをやらせてもらいまして、面白いんですよ。で、いい意味で最初ミュージカルだけの人だったんですね。それがもう徐々に好きになっていただいて、今もまだきっと最初はいつも悩んでる方なんですけども、そのうちに結局楽しんで、もう、それこそこれドタバタだったり、それこそ植木仁さんだったり、昔の映画の日本の面白いコメディの要素みたいなのが山のように入ってるんで、あとチャップリン、キートンみたいな感覚もあるんで、それを斉藤さんとも楽しみながら、もっとこうして面白くなるんじゃないのって、今ちょっと不景気だったり悩んでる時代に最高の喜びを一緒に伝えさせてっていうのは斉藤さんお願いしてるんですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてご質問